夜クロッキー会ご参加ありがとうございました。モデルの愛香です。よろしくお願いします。今回も、ポーズを書いていただいたものを並べてみました。ちょっと一つずつ紹介できればなと思います。今回のメニュー分数が4分5回、3分7回、2分10回で、ちょっと休憩を長めにとって3分3回、2分5回というメニューでやってみました。ちょっと細かいんですけど、まあその、なんだろう、線を捉えるインスピレーションが取りやすいかなと思います。あとですね、今回は椅子が1、2、3、高さが違うものが3つと、あと傘を使ってみました。真ん中ぐらいからですね、こういう感じでちょっと傘を使ってます。これはまだ閉じてる感じですね。棒というか棒な感じで腕が伸びてます。後半は寝ポーズと傘、こういう感じで丸まってるのと開いてるのとって感じですね。この辺はこっち側に、こっち側に傘があるんですけど、2分のポーズだったりするのでちょっと体だけ書かれています。気に入ってるポーズをあと紹介します。こちら、ちょっと高さを、足を乗せた状態で四つん這いになってるポーズです。ちょっとお尻がだいぶ高めなんですけど、ちょっとさっき参加してくださった方と喋ってて、ちょっと動物みたいだねっていう話をしてました。確かに普段立ったり座ったりしてる頭の高さよりも腰が高いので、ちょっと面白いなって思いました。あとカラーですね、なんか感じた色が浮かんでくるみたいです。今日のお題を参加者さんといただいてて、お月見っていうのがあったので、ちょっと可愛くうさ耳をしてみました。可愛い感じのポーズですね。若干鹿に見える鹿っぽいですね。可愛い、こういうのも実は好きです。この辺も3分のポーズなんですけど、もう一つお題で、絡まるっていう言葉をいただいたので、自分の体で絡まってるようなイメージでポーズしてみました。この辺も、この辺もですね、ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、これはこう座って手がここで合わさって、こういう感じですね。ちょっとちっちゃく折りたたまれるような絡まるポーズをしてみました。後半の傘のポーズでちょっと好きなものを一つ紹介します。傘を抱きかかえてるような感じで、足は多分あぐらをかいて、ここに傘をこう抱いてるようなポーズで、これもちょっと絡まるを意識してやってみました。こういった感じで、クロッキー会を夜7時から平日の夜開くことが多いんですけれど、月1回クロッキー F 美術館でやっています。もしよかったら参加してみてください。ありがとうございました。